はい、どうも、フラちゃんです。じゃあ、本日はバージョン1の国勢調査見ていきたいと思います。バージョン1の国勢調査を見ることで、まあ、昔はこんな感じだったとか、なんだったら今の国勢調査と比べられるものは比べて、まあ、結構変わったねとか、そういったことを見ていきたいと思いますので、まあ、ぜひともね、最後まで見てみてください。まあ、結構ね、バージョン1の国勢調査見たら面白かったんでね、まあ、そちらを共有していきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきます。ではまずはこちら。はい、じゃあこちらですね。バージョン1が左で、で右側が9周年ということで、まあこちらなんですけども、まあ1周年の国勢調査ですね。第1回目とかではなく、まあ確か1周年の国勢調査は第3回目ぐらいの国勢調査だったんで、まあこれ見比べてみるとね、まあ1周年と9周年で全体的にね、あんま変わんないっすよね。もう本当にあの不思議なぐらい変わんなくて、例えば昔なんかドワーフ女、あれなんか絶滅危惧種だと思っていて2% ぐらいだったなーって思ってたんですけど、実は1周年の時点ですでに 5% もいるというね、まあそういった感じになってました。で、あとはこちらですね、人間の男 20% ですね。で、9周年の方だと男と子供で分かれていて、で男が 9% で子供が 3%、まあ、だから合計 12% なんで、1周年の時は 8% ね、今よりも多く人間男がいたといった感じになっております。で、まあ、こちらの人間メスということで、こちらなんですが、当時は 14% ですね。で、今は、9% の 8% なんで、合計 17%。だから、まあ、1周年は、9周年より 3% 少ないといった感じになります。あとは、プクリポオスなんかは 11% でドンピシャで当たってるし、もうこの辺不思議っすよね。時代の流れでどんどん変わっていくものかなと思ってたんですけど、まあ、全体通して見てみると、ほとんど変わんないっすよ。まあ、例えば昔なんかはオーガがめちゃくちゃ強かったんで、まあ、オーガばっかりみたいな、そういった印象でしたけども、実際見てみると、オーガはどこだ？オーガ 5% しかいない。で、あとはオーガの女なんかも 8%。で、まあ、5% と 8% で今はどれぐらいかっていうと、まあ、多分多少は減って、減ってると思うんですよね。まあ減ってますね。まあただそんなにこう減ってないっていうか、オーガ男に関してはまあ 3% になってるだけで、あとはオーガ女に関しても 7% になってるだけ。まあ確かに昔よりは少なくなったかもしれないけども、まあただ基本的になんかパーセントで、まあこんだけ多いんでね、 1% 変わるだけで割と変わってしまうのかもわかんないけど、まあただなんかこう数字で見るとそんなに変わってないなって思いますね。で、まあこんな感じで1周年と9周年ちょっと見比べてみました。で、次こちら、これがね、第1回目の国勢調査、つまり1ヶ月半目ですね。まあ要はそのドラゴンクエスト10が配信されてから1ヶ月半目の国勢調査、これ結構変わってますよ。ちょっと画質荒くて申し訳ないんですけど、例えばオーガ男 14% いるんですよ。こっち見てください、オーガ男 5%、 こっち 14%、 やばないですかこの違い。まあ、なので、まあどうなんだろうね、1年でやっぱオーガがだんだんいなくなってしまったって感じはあるんですけども、どうなってね、なんでこうこんなにも減ってしまったのかっていう、なんか全体通すと、あ、これだ、ドワーフ女 2%、 これだったんだ、俺が見た時は。そう、この 2% が、うわマジ絶滅危惧種じゃんって思ってたけど、まあ 5% になってね。で、今だと、9周年だと 6% になってるわけなんで、まあ結構いるって感じっすよね。え、だってそうでしょう、ウェディ男が 8% でドワコが 6% だよ、結構いると思わない？で、まあそんな感じに見てみると、やっぱ昔はかなりね、やっぱ1ヶ月半目ということで相当偏っていましたね。オーガがめちゃめちゃ強かったんで荒れてましたし、まああとはなんだろう、次に強いって言ったらプクリポだったのかな。光耐性持ってたんでね、まあ 10%、 まあ見てみると 11% と 10%、 まあちょっと減ってますね。まあそんな感じに、まあ1ヶ月半目の第1回目の国勢調査の時は、まあオーガが 14% もいたということで、まあなかなか面白いのが見れました。で、次ですね、こちら討伐数ということで、で、まあこちら討伐数なんですけども、左側、これがね、1周年目の討伐数ですね。まあ要は1年間でどれぐらい狩られてきましたかっていう、まあそういった統計なんですけども、第1位がタコメット、
13億ですよ。やばくないですか。めちゃめちゃ狩られてんすよ。なので、まあ相当ね、タコ、まあ絶滅しないのが不思議なぐらい生息数が多いですが、次に留意層ですね。こちらなんかは、なんか日輪の根かなんかで飼っていたんですかね。まあその時自分いなかったんでよくわかんないですけど、まあただバージョン2ぐらいになってもタコメットは狩られ続けていたんで、まあこれはかなり納得ですね。まあとにかくバトマス二刀流にしてタコメットを狩り続けるみたいな、そういったレベル上げが流行っていましたし、まああとはこう見てみると、例えばマリンスライムとかね、まあこの辺なんかはザキマリンって呼ばれるザキを駆使したマリンスライム狩り、それで僧侶をレベル50ぐらいまで一気にこう上げてしまうみたいな、まあそういったものがありましたね。であとはピンクモーモン、意外なことにマリンスライムよりも狩られていないということ、まあびっくりしましたね。まあ第2ぐらいにピンクモーモン来るのかなと思ってたら、まあ実はそうでもなくて、で第3位にバサラーナっていうね、なんだろうって思うんすよ。なんでこんなに、確かバサラーナって落とす金額がすごかったんかな。36ゴールド1体倒すだけで落としたような気がするんすよね。まあ今だと24ゴールドあたりに修正されちゃったんすけど、まあただ当時で考えると、1匹倒すだけで36ゴールド手に入るって、結構すごいんすよね。まあ、なのでおそらく金策として狩られ続けていたのかなって感じです。まああとは見てみる、バザックスとか3億匹やってるし、まああとは爆裂レッドプリンとかね、まあその辺も懐かしいね。で、ゴルバとガルバ、まあこの辺なんかはなんでこんな差がついてるのかというと、確かね、ゴルバを魅了してやるんで、ゴルバを倒す数の方が必然的に多くなってしまった気がするんですよね。まあゴルバを魅了してガルバゴルバどんどん呼ばせてって、で最終的にゴルバを倒すわけなんで、まあなのでまあ一匹ぐらいですけどね、ただ全体でやるとやっぱりこう差がついてしまうと1000万匹ぐらい。まあ他にもなんかこう聞いたことのあるようなさ、レベリングモンスターがたくさんいますよね。グールとか懐かしい、なんかバージョン2になっててもやってた気がする。でまあこちら9周年なんですけども、まあなんか最近ね、その1年間で狩られ続けたっていう数字をね、運営出したがらないですよ。まあおそらくバージョン1の頃と比べてどれぐらい人口が減ったか多くなったかとか、まあかなりな統計っていうかさ、もう考察されやすくなっちゃうんで、まあおそらくその1日限定でやってると思うんでですけども、まあただ見てみたいですね。その1年間とかさ、これまで狩られ続けたモンスターの数とか、まあそういうのちょっと見たいっすよね。で第1位がスライムナイト卿ということで、こちらなんかは数が多く出るし、まああとは白箱とか宝珠も落とすんで、実ははぐれメタルっすね。この辺なんだろう、どうやって なんでこんなにはぐれメタルが。こちら、宝珠ドロップモンスター限定なんで、はぐれメタルなんか落としたかな、よく覚えてないけど、まあ、あとは、モーモン教とかね、まあ、その辺でたくさんいます。まあ、とにかく、昔、やっぱすごかったんですね。フィールド狩りがめっちゃ流行っていたんで、13億とか、なんなら、この20位でさえも2億匹とか、軍隊狩りですよ、2億匹。だって、1人、ね、10匹倒したとしたら、2000万人プレイヤーがいることになるんで、少なくとも。まあ、どうなんですかね、1人50体だとして考えても、まあそりゃもう500万人ぐらいね、人口がいることになりますし、まあほんと昔はすごかったなっていう感じがありますね。はい、というわけでこちら討伐数がえぐいということでした。で、次ですね、こちら、今では考えられないアクセ事情ということで、これなんですけども、コインボスアクセサリーの大成功品、まあ、要は、その、全部、その、理論値と呼ばれるやつ、まあ、例えば、大地の流玉だったら、プラス555の HP がついてるみたいな、そういったものを、じゃあ、1周年でどれぐらいの人が持っていたか、という話で、統計が取られたわけなんですが、こちらまず、バトルチョーカー、まあ、アトラスのアクセサリーですね。まあ、結構昔は流行っていたっていうか、まあ、かなり大事なアクセサリー。これなんかは攻撃力プラス5の埋めが、なんと、アストルティア全体で1年もあって、しかもあんだけ人数いたのに、たったの9個しか完成できなかったんですよ。で、ソーサリーリングなんかはたったの14個。銀のロザリオなんかはまあ11個。悪霊の仮面なんかは、まあ、コインボスの難易度も高いので、おそらく行ってない人も多いということで、まあ、かなり少ないですね。2個。あとは第一の流玉。強かったね、昔は。バージョン2の頃に自分は勝ってたんですけど、そのドラゴンガイア。そん時でもね、めちゃめちゃ強かったですね。で、結果として0個といったところで。で、掲示板とかでね、その、なって
ってたらしいですよ。俺大地の流玉完成させられたぜみたいな、そういった人たちが何人も湧いてて、実際統計取られてゼロ個っていうね、分かられちゃったんすよ、嘘ついてるって。まあなのでやっぱ昔はこんだけねアクセサリーを作るのが相当難しかったっていうことなんですよね。まあ今だとね、なんかむしろ完成してない人の方が多いじゃないですか。でところがまあ昔はこういった難易度だったんで、まあ正直ね、昔の難易度に戻せとは言わないけど、やっぱアクセサリーって完成しているとすごいっていう印象がね、まあなんかちょっとあってほしいなって思うんすよね。まあなんか必須にしちゃうとね、やっぱこう全員なんかステータスが同じになってしまうので、やっぱこう完成させるのが難しくした方がステータスの差がねこう結構出るということで、まあやっぱやり込んでるプレイヤー、そうじゃないプレイヤー、なんだったらその別にねこう当たり前にならなければ、今ってその聖職者とかに行く場合だったらアクセサリーを全部こう理論値にしてみたいな、まあ当たり前なんですが、まあそのアクセサリーの難易度が高ければそういったものが当たり前にならないと思うんで、現に昔そうだったんでね。まあなので、そうですね、ライトプレイヤーでも比較的その聖守護者とかに挑戦しやすくなるわけだし、また普段からそのアクセサリー作りっていう、まあ大きな目標もあるわけなんで、まあ多少ね、ちょっと緩和しすぎましたね。やっぱこうね、あの効率、なんつうの、コインボス4枚同時に行けるようにしたりとか、なったらね、その合成アクセサリーとか追加しちゃったんで、天井があるわけなんで、まあそこまでやんなきゃいけないみたいな風潮になっちゃいましたし、まあ緩和はありがたいけど、やっぱこう文化的に考えてしまうとなんか少しもったいない気もしますね。まあ、やっぱ多少難しくても良かったんじゃないかなって思いますね。はい、というわけでこちら今では考えられないアクセ事情ということでした。はい、というわけで続いてこちら MP 枯渇時代は壮絶ということで、魔法の小瓶使用数1周年で420万個使ってました。いや、こんだけやっぱね、あったんですよ。バージョン2の頃でさえも魔法の小瓶大量に使っていたんで、それもね、1個ずつですよ。今みたいに9個同時とか使えないわけですから。なので、昔は1個ずつ選んで使って、選んで使ってってね。まあそう言ってやってたわけですね。まあそれで合計すると420万個。いや、これはめちゃめちゃ多い。一人10個使ってたとしてもね。いや、待てよ。一人10個じゃ1周年じゃあれか。いや、結構宿屋とか使ってる人多かったんでね。なのでまあ420万個って聞くと少しなんか少なく感じてしまうかもしんないけど、まあただ、やっぱ、昔はかなり小瓶でさえも重要なアイテムっていうか価値の高いものだったんで、だって小瓶を盗む金策とかあったんですよ。それぐらい小瓶っていうのはかなりこう高級品みたいな感じだったんですよね。魔法の聖水なんかもう高くて買えないみたいな。まあ平均するとおそらくみんなの所持金って5万とか10万ぐらいだったと思うんで、まあそう考えると1個あたりね500ゴールドもする聖水なんてね、そんなドンペリじゃないですか。で、まあ使えないと。で、ドルセリンに関しては145,638個。思ったよりも少ないかなっていう感じなんですよね。結局1周年のうちに使われた数なんで、まあ、なので、まあこれ、ちょっとあれですかね。ちょっとどうなの？もしかしたら1日で使われた数なのかな？よくわかんないけど。まあ、ただちょっとね、こちらのスクショもらってきました。まあ、ちょっと説明、少し探せばよかったですね。もしかしたら1日で使われた数かもしれないんで、そう考えるのであれば14万個っていうのは、うん、やばいですね。1人1個使ったとして14万プレイヤーいるわけですから、最低でも。いやー、やばいね。昔はほんと人口が爆発してました。はい、というわけでこちら、MP 枯渇時代は壮絶ということでした。で、次ですね、職業と使用していた武器ということで、で、まあこちらですね、盗賊がやばかったなーって、まあ昔と今で比較しようと思ったんですよ、一応。今の職業の割合と昔の割合みたいな。まあただ今ってやってみたんですけど、職業が増えすぎて、パーセンテージが一職あたり結構少ないんですよね。まあしかも昔は出ている職業が少なかったわけなんで、まあ比較にならないんでね、その数字とか出てないと。まあなので、まあ今回は1周年だけで見ていきたいと思います。昔は盗賊めっちゃ多かったんですよ。盗み金策が主流の金策でしたし、まああとは盗賊で爪持てるんで、タイガークローってそんなにこうね、武闘家でやっても盗賊でやっても、そんなにダメージの差ってなかったん
ですよ。今だと結構攻撃力の差がついてるんで、盗賊のタイガークローと武闘家のタイガークローって結構ダメージの差が出ると思うんですが、昔はね、もともと攻撃力が少なかったわけなんで、まあ、実際に与えるダメージって、まあ、変わっても10とか15ぐらいなんですよね。なのでぶっちゃけ誤差なんですよ。でしかも盗賊はピオリムが使えるし、クモノだって使えるし、まだこういろんなもの使えるんで、なんならこうボミオスってね、誰も使ってなかったと思うんですけど、まあ、そういったものも使えるんで、まあ、とにかくあの盗賊っていうのは盗めて、しかも攻撃もできると。強ボスなんかでかなり使われてましたね。強ボスでね、盗むとあの宝石とかその辺を落とすんですよ、ボスが。なので盗賊を一人必ず入れるみたいな、そういう構成もありましたし、また盗賊って魔法の鎧が切れるわけなんで、重さ盗賊みたいなこともできたんですよね。なので重さ盗賊で壁をしながらタイガークローできるみたいな、まあ、要は攻撃できるパラデンみたいな感じだったんですよ。武闘家とかだと魔法の鎧が切れないので、まあ軽いし、戦士とか旅芸人、あとは盗賊、僧侶、これがね、魔法の鎧を装備できてたわけなんで、まあかなりね、あの、重さ需要というか、まあやっぱ重さを維持しながら攻撃できるっていう、かなりね、すごい職業だったと思いますね、今考えても。まあ今はね、魔法の鎧なんて着ることもないし、なので盗賊なんてね、今だとほとんど使われてないですけど、まああとはこっちの右側、武器ですね、見ていくと、やっぱ爪一強だったなって感じしますね。タイガークローめちゃめちゃ強かったんで、やっぱ 23%。で、あとは両手勢、メラミとかやっぱ打つ分だと、両手勢が相当使われていたんで、で、あとはスティックですね、僧侶ももちろん多かったんで、なのでまあ爪、両手勢、スティック、これでもう半分以上占めてました。で、あとはまあ片手剣とかね、まあこの辺までおそらくあの初心者がなんとなく持ってるだけだと思うんですよね。まあ開幕戦士でとりあえず始めるって人は多いし、まあそれでとりあえず片手剣が攻守ともになんかすごそうだなみたいな感じで、おそらく片手剣をなんとなく持ってた人は多いと思うんですが、まあ実際はね、片手剣ギガスラッシュぐらいしかやることがない、しかもコスパがめちゃめちゃ悪いっていうね、まあ最悪の武器でした。まああとは無知とか弓ですね。今だとまあかなり大人気武器じゃないですか。無知なんかはおそらく 10% ぐらい占めてんじゃないかなぐらいの感じで、まあなので無知は今相当人気なんですが、その昔は無知といえば本当にゴミクズ、マジでゴミクズでした。弓もゴミクズでした。今みたいな感じで弓ポンなんかないし、サミダレ打ちの倍率が低くて、さらに分散式だったんで、今だと敵一体にサミダレ打ちできるんですけど、まあ昔のそのサミダレ打ちってシャイニング棒みたいな感じでもう全部分散しちゃうんですよね。なので使い勝手がすごく悪いと。で、あとハンマーとかも全く使われてなかった。だとブーメラン 0% っていうね。なんでかっていうと、あまりにも弱すぎるんですよ。範囲攻撃特化の、まあその時結構範囲攻撃って重要だったんですけども、まあただ範囲攻撃のためにブーメランを持つと、まず倍率が低いんでダメージが出ないし、まああとは敵がね、多ければ多いほど、どんどんダメージって奥の敵になるにつれて下がってしまうわけなんで、範囲攻撃の武器なんだけど範囲攻撃ができないし、単体攻撃もなお弱いみたいな。まあしかもね、ブーメランを持てる職業がそんなに強くなかったんで、まあ、たまーに趣味で使ってる人がいるぐらいでしたね。まあ、そういうわけで、こんな感じでした。はい、というわけで続いてですね、発売から1ヶ月半、こちらなんですが、さっきと違って1周年ではございません。1ヶ月半目のやつです。まあ、というわけで次はね、あの、さっきまでは1周年、次からはあの、1ヶ月半の第1回目の国勢調査を見ていきたいと思います。こちらまず、ピンクモーモン。これなんぼ469万。まあそういうわけで、たった1ヶ月でピンクモーモンがこんだけ狩られていたといった感じですね。まあ1ヶ月半なんでね、結局まだ40日とか50日ぐらいしか経ってないわけですよ。その間にこんだけ400万匹も狩られていたんで、まあ、やっぱピンクモーモンね、やっぱあのピンモ時代と呼ばれていたぐらいはありますね。で、あとはトンブレロとかね、まあ、あとはなんだろう、マリンスライム、この辺なんかも、ザキで狩られていましたね。1周年の時にはもっといたんですけども、まあ確か1周年ぐらいでね、なんかこういろいろやられたんでしたっけ。まあ違うか、ザキマリンに関しては結構早い段階で修正されてたと思うんですよね。まあなのでこの時はおそらくザキマリンができた頃なんじゃないかなと思うんですよ。まああとはアロエを
鬼とかね、この辺もね、天地の構えとかをやってるだけで、アロエ鬼が勝手に増えて勝手に死んでいくっていうね、そういった面白いレベリングもあったり、まあほんと懐かしい、アルミラージュとかもウサギのお守りを落とすんで、昔はそのウサギのお守り枠、その他アクセサリー枠でしたっけ、まあそれで、まあほとんどなかったんでね、つけるもんが。まあなので、そちらのウサギのお守りを、まあ借り続けるっていうか、まあ欲しさにひたすらアルミラージュを買っていたと。まああとはこういろいろあるけども、まあ踊る宝石なんかは単純に落とすゴールドが美味しいので、まあ狩られていましたし、大口橋なんかは確かバトマスのクエスト、いや違う、その時バトマスが出てなかったんで、なんで狩られてたんだろう。落とすものが美味しかったのかな、よくわかんないけど、まあただこんな感じに、まあ1ヶ月目にしてね、相当数が狩られていたということになります。まあめちゃめちゃやばいっすね。で、次ですね、1ヶ月半目の所持金事情ということで、こちらまた画質が荒くて申し訳ないんですが、ちょっと運営のその公式ページからスクショ撮ると、なんかどうも画質悪いんですよ。まあそういうわけで、ちょっと持ってきました。はい、1ヶ月半目の所持金事情。はい、こちらですね、10万ゴールド以上。まあ 6% ということで、結構少ない。20人に1人ぐらいですね。で、あとは5万から10万。まあこちら10万以上と違って、まあ数字が明確なんでね、これが 8%。10万ゴールド以上って100万とか持ってる人いたのかな？まあ、多分いるとは思うんですけどね。で、あとは1万ゴールド未満が 57% ほとんどでした。やっぱそれぐらいやっぱその魔法の小瓶が高級品っていうのがわかるでしょ？ 1 ヶ月半目でこんだけしか持ってなかったわけですからみんな。まあ、なのでやっぱ魔法の小瓶なんて使おうと思ってもなかなか使えないし、まあ、持ってたとしたらバザーに流してお金にしたいみたいな、そういった感じなんですよね。で、あとは1万から5万が 29% ということで、まあなんだろう、こうほとんどがね1万ゴールド未満っていうことなんで、いややっぱ昔はほんと悲惨でしたね。ダイス屋とかそのバージョン1の頃は1回500ゴールドでダイスクエストみたいな感じであって、そう考えると500ゴールドってめちゃめちゃ大金だし、まあ今で言うと多分200万ぐらいの価値はありますよね。まあそれで詐欺しまくってた人もいますし、おそらくこの10万ゴールド以上持ってる人はダイスをやって稼いだ人なんじゃないかなって思うし、まあ、あとは職人ですね。あの辺でもうせこせこ稼いでいた人とか、まあそういった感じなんじゃないでしょうか。まあとにかくこちらゴールド事情めちゃめちゃ悲惨なことになってる。まあそういうわけで、はい、こちら1ヶ月半目の所持金事情でした。で、次ですね。1ヶ月目と今の男女比ということで、これがだいぶ驚きました。まず、1周年目ですね。男性キャラが 65%、女性キャラが 35%。めっちゃ男性キャラ多いですね。まあ、女性キャラのどれぐらいが本当に女性だったのかってわかんないですけど、まあ、多分ですよ。おそらく、まあ、25% ぐらいは女性の人だったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、やっぱこの時はバージョン1の本当にキャラを作るってだけであって、その性別を正直にね、その反映させる人ってめちゃめちゃ多いわけですよ。ネトゲられしてる人だったら、その女性キャラクターを作りがちなんですけども、まあ、ただ、このゲームってドラゴンクエスト10が初めてのネトゲですみたいな、そういった人がめちゃめちゃ多いんで、まあ、男性キャラとりあえず作っとこうみたいな、まあ、自分が男だから男キャラクター、女だから女キャラクター、まあ、そういったことで、まあ、作った人も多いんじゃないでしょうか。ところが今9周年こっち右側、女性が 57% で男性が 42.8%、 むしろ女性の方が多いんですよ。10周年目になったらおそらくもうちょい女性増えると思う。さらに11周年、12周年になると、おそらく13周年目あたりでバージョン1のその、まあ、1ヶ月目の男女比に追いつくんじゃないかなって思うんですよね。まあそれぐらいやっぱその年々女性キャラクターは増えてます。まあなのでね、ネトゲ慣れして女性キャラクターをセカンドキャラで作ってメインキャラクターになっちゃいましたみたいな、そういう人はかなり多いんじゃないでしょうか。まあというわけでこちら1ヶ月目の男女比ということでした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはバージョン1の、まあ、国勢調査ということで、まあ見てみるとね、今では考えられないような数字とか、まあそういったものがたくさん並んでいました。まあなので、まあこれからですね、やっぱ定期的に国勢調査はやっていってほしいなって思います。最近なんかは1年に1回しかやらないんでね、半年に1回ぐらいやってほしいですね。またやっぱその今まで狩られたモンスターとか、まあそういったものを、まあ、全部こう歴史を振り返ってできるような、まあそういった国勢調査
調査も出してもらえるとめっちゃこう楽しいなって思います。はい、というわけで今回の動画面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。